クミちゃん行こう。はい、お兄ちゃん待ってよ。わあ、かわいい三人さん。ほーら、プレゼントついてきたらもっといいことがあるわよ。ゴエモン、聞いておるのか。ゴエモン、ゴエモン、聞いてるよ。切腹丸が行方不明なんじゃ。八方手を尽くしておるが居所がつかめん。きっとまた何か企んでおるに違いない。ゴエモン、早う何とかせんといかんぞ。今インパクトとサスケを偵察に出しているんだが、それにしても遅いなあいつら。お待ち。はい、晩御飯の出前よ。晩飯、晩飯です。こちら正義の味方、本部どうぞ。本部だ、報告せよ。切腹丸一味のスポーツマンシップを発見しました。位置は326の154でござる。326の154、ここだ。あら、意外と近いところに隠れていたわね。よし、行くぜ。あ、ゴエモンは晩ご飯はしゃあないでんな。ねえ、晩ご飯どうすんのよ。八重さんは美しいが、おみっちゃんは可愛いの。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。インパクト、シップのドアの鍵は？さっき型を取ってこれを作りました。よし。サスケ、警報装置はどうなってる？コードを切り取ったでござる。上出来だ。インパクトは外で見張り。わかりました。よし、行くぞ。子供たちよ、よく聞け。僕はお前たちのリーダーだ。僕はお前たちの幸せを願っている。僕に従えばお前たちは毎日楽しく気楽に遊んで暮らせるぞ。嫌いなことは何もしなくていいのだ。どうだ、素敵な話だ。嬉しくなるだろう。勉強も家の手伝いもしなくていいのだ。こんないい話はないだろう。だがその前に仕事をしてもらわなければならない。なあに、誰にでもできる簡単で楽しい仕事だ。喜んでやることにしよう。かかれ。はらきりはらきり、切腹丸はいい人だ。切腹丸は立派だよ。切腹丸こそリーダーだ。みんなのみんなのリーダーだ。切腹丸こそリーダーだ。切腹丸様バンザイ。バンザイ。催眠術よ。やめさせねえと。おい、目を覚ませ。あなたたちは騙されているのよ。辻切りにあんこよ。辻切りろくでなし。あは、ひきそんなバカな。バカはお前だ。やる、ゴエモンさん、頑張って。頭の体操や。やめてちょうだい、やめてちょうだい。そんな刀を振り回すなんて、あんたのような美人に似合わないですね。あはは。切腹丸、子供たちを解放しなさい。さもないと子分たちのようにあなたも痛い目に遭うことになるわよ。お前たちに勝ち目はない。マッチョ、かっこいい。
カッコつけんじゃねえ。さっさと子供たちの催眠術を解きやがれ。そうはいかん。子供たちよ、力を見せてくれ。かかれ。手を叩くとあんたら目が覚めますぜ。目が覚める、目が覚める。はい、あじゃあ、これはあきまへんな。逃げるが勝ちでんな。五右衛門さん、ここは一旦引き上げましょう。仕方ない、行くぞ。止まれ。よし、では予定の仕事に取り掛かるとしよう。ああ、インパクト、あいつらを追いかけるぜ。了解です。それにしても敵は空、こっちは地上や。追いつけるわけありまへんがな。それより子供よ、あの子たちを見つけるのが先決だわ。そっか、子供たちに何か仕事をしてもらうって言ってたものね。そう、きっとどこかで何か悪いことさせているはずよ。どないな仕事やろ。どないでか、インパクト、子供たちを見つける手立てはありまっか。僕に任せてください。拙者たちからくり者の能力を信用するでは誰。うん、よう言うた、サスケ。わしが心を込めて作ったんじゃからな。ん、怪しげな物体発見。なんや、ただの雲やないんでか。いえ、よく見て、この雲ちょっと変よ。インパクト、雲の中を探ってみようぜ。あの中に隠れていたのね。何あれ。雲の下を映せ。もっとズームアップだ。行きましょう。とにかくあの子供たちに何をやらせるのか確かめましょう。よし。計算通りだ。あははは、切腹丸様のやることに失敗はありませんですね。ま、そういうことさ。さあ、集合地に移動だ。了解です、了解です。やっぱ来たぜよ、切腹丸様。またあいつらか。キキキ、ガーンと一発痛めつけてやりました。ガンガンガン。まあ待て、ここは無理することはあるまい。キキ、でも切腹丸様。なに、子供らは催眠術でこっちのものだ。あいつら下手な手立てはできないさ。なるほど。今がチャンスですな。待てろ。いったか、何しまんのや、ごえもんはん。今出てっても何にもならないじゃないの。それな、ほな、どないしまっか。もう許せない、頭に来たです。インパクト、サケ。
では次のニュースです。ここ1ヶ月ほどの間に大勢の子供とゴミが消えてしまっています。この奇妙な事件は実は全国にわたってあちこちで起きているということが分かりました。おちょっとお待ちください。今新しいニュースが入りました。亡くなったと思われていたゴミが昨夜あちこちの町に散らされていたということです。もうなんということをする奴らじゃ。もう一度あの連中が隠れているところを探すことから始めなきゃね。うん、こりゃ大変でんな。なんだインパクト。まあお前は怪我をしているんだから無理するな。おいおい、何を言いたいんだ。僕つけました。つけたって何を。電波発信機をです。やったぜ。お手柄よインパクト。早速出発だ。はい、出発します。どうやらあの山の中に隠れているようだな。もしまたあの子供たちが襲ってきたら、ね、どうするの。催眠術を解く方法を考えなきゃね。うん、目が覚めまっせ。はい、この手も効き目がありまへんし。ちょっと様子を探ってくるぜ。私も行くわ。これで集めたゴミの半分はばらまいたことになりますな。そうだな。早くやっちゃいましょうよ。臭くてかなわないわ。ま、子供たちも少しは休ませないとな。しかし切腹丸様、日本人をゴミで埋めてしまうのにはまだまだ足りませんよ。その時は使えるものもゴミにしてしまえばいいのさ。なるほど、さすが切腹丸様。これで日本中の人間がゴミでアップアップですか。アップ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 。ゲゲゲ、これ楽しい見せ物になります。そうなったら外国から人を集めて入場料を取って見物させますかの。あ、インパクト、ミラーボール持ってないか。ミラーボールですか。切腹丸たちがほら、くるくる回して大勢の子供たちに催眠術をかけてたあれよ。まあ、あれですか。でも備品室でそんなもの見た覚えが。あ、ちょっと待っててくださいよ。はい、これですか。お、これだ、サンキュー。俺が地下室に忍び込んだらみんなは大騒ぎしてあいつらを外におびき出してくれ。いいな、頼んだぜ。待って。なんだい、おみちゃん。私、あの子たちが心配なの。だからゴエモンさん、お願いだから私も一緒に連れてって。分かったぜ、おみちゃん。よし、行こう。はい。わてらは奴らを引きつけておいて、その間にゴエモンはんが子供たちの催眠術を解かはるわけでんな。そういうこと。じゃ、始めましょう。あー、臭い。
なんだあの騒ぎは。いただきます。あいつらどうしてここが。せっかく丸様、大変です。みんな来てくれです。ん、何事だ。ハンドキーリセップックマン。セップックマンはおばかさん。何をやっても失敗続き。いくわよ、セップックマン。今夜こそお前たちをあの世に送ってやる。よし、かかれ。よーく聞け、子供たち。切腹丸は悪いやつだ。君たちを騙して利用して日本中をゴミで埋めてしまおうとしているんだぞ。その通りよ。さあ目を覚ませ。お前はデカすぎる。尋常に勝負しろ。ハラキリハラキリ、切腹丸は悪いやつ。切腹丸は嘘つきだ。嘘嘘嘘の大嘘つきで、アクアクアクの大悪党。切腹丸はみんなの敵だ。うで、あんたこれ知ってはりますか。な、何やそれ。こう使いまんねや。一丁上がりでんな。ダメか。諦めないで頑張りましょう。ハラキリハラキリ、切腹丸は悪いやつ。切腹丸は嘘つきだ。嘘嘘嘘の大嘘つきで、アクアクアクの大悪党。さささささささ。花火爆弾でござるよ。切腹丸は悪いやつ。切腹丸は嘘つきだ。嘘嘘嘘の大嘘つきで、アクアクアクの大悪党。動いた。よし、ハラキリ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 、切腹丸はみんなの敵だ。切腹丸をやっつけろ。切腹丸はみんなの敵だ。切腹丸をやっつけろ。みんな目を覚ませ。目を覚ますんだ。正気に戻れ戻れ。あれ、ここはどこだ。ピエロについてって。おい、聞いてくれ。みんなは今まで切腹丸という悪い奴に催眠術をかけられていたんだぜ。本当？本当よ。そして悪いことにみんなは利用されていたのよ。そうだったんだ。くそ。よし、そいつをみんなでやっつけよう。どう？切腹丸さん。
あいつら逃げますぜ。いいさ、ほっとけ。え？この失敗の責任は僕にある。切腹させろ。刀をくれ。刀はどこかへ行っちゃったです。どうしてもと言うなら、はいこれ。なあ、切腹もできないのか。このまま逃がしてもうてもよろしいんでっか。今は子供たちを家に帰し、あのゴミの山を片付けるのが先だ。せやけど切腹丸はしつこいでっせ。助けてくれてありがとう。いいえ、助けてもらったのは私たちの方よ。ありがとう。そうよ、子供たちのパワーはすごかったからね。でも催眠術を解いてもらえなかったら。ありがとう、ゴエモンさん。いや、参ったな、もう。とにかくゴミはいかん。ゴミを大量に出し続けていくと、たとえ切腹丸の悪巧みがなくともじゃ、やがて地球は滅びてしまう。また年寄りの説教が始まったぜ。こら、ゴエモン、真面目に聞き。わかりました、じいさん。知っとるか、ご一同。ゴミは目に見えるゴミと見えないゴミがあるんじゃ。目に見えるゴミはそれを埋めると毒物がにじみ出て土の中を汚し、それがさらににじみ出て井戸、川、湖や海の水を汚すんじゃよ。またゴミを燃やした煙や自動車の排気ガスにも毒物が含まれておる。これが目に見えないゴミじゃ。これは空気を汚す。その空気を吸ったり、毒物に侵された魚を食べたりして人間は病気になる。そしてそういうことをそのままずっと続けていくと、人間も動物も植物も死に絶え、地球は滅びてしまうというわけじゃ。ほうほう、ほなこの辺の空気も毒物で汚れてるってこともあるわけでんな。そういうことじゃ。今エビス丸殿が食べた魚も海の水の毒物で汚れてることもあるでござる。ほんまでっか。さよう。え、安心して、うちの魚は大丈夫よ。ほんまでっしゃろな。ほんとよ。骨までしゃぶったさかい。でもほんとよね。ゴミを出さないようにするということは大切だわ。さすが八重さんじゃ。だからわしは八重さんのファンなんじゃ。何がファンよ、エッチなだけでしょ。ところでおみっちゃんはまだ切腹丸のファンなの？いいえ、ゴエモンさんのファンに戻ることにしたわ。ゴエモンさん、最後はかっこよかったからね。あらまあ、どうしたの？僕たち、皆さんのファンになったんです。すげえ。あ、危ねえ。